はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、そんな感じでね、まあ、お察しの通りでございますけどもですね、病院に来ております。今日はね、でも今日はそのいつも の, その、まあ、緊急事態とかね、そんなような急遽ではなくてですね、まあ、普通の通院の日です。といってもね、そのメインの白血病 の, その血液内科ではなくてですね、皮膚科と、歯医者です。まあ、今日はね、最初に、はい、皮膚科で帯状疱疹の経過をね、見て診察してもらいます。まあ、帯状疱疹に関してはですね、そのずっとね、5月30日から僕を悩ませてますけどもね、まあ、最近はやっとね、症状がね、マシになってきてるかなーってこう感じなんです。まあ、そもそもね、その症状っていうのはね、こう左足に出てきてたんですけどもね、今はそのなんていうんですか、帯状疱疹発症初期のね、頃のようなその鈍痛っていうのもね、ないんですよ。あ、でも左足首にたまにあるかなって感じですね。でもそれにしてもね、そのあの時のね、鈍痛はね、ほんまにきつかったですわ。まあ、最初はね、そのまあ今でも痛い足首から始まってですね、膝に来て、股関節に来て、腰に来たっていうようなね、鈍痛がそんな風に上にだんだん上がってきたような感じだったんです。もうね、その大きなその金槌っていうんですか、木槌かなっていうような、まあとりあえずハンマーでね、こうドーンドーンで各関節をね、どつかれてるようなね、痛みなんですわ。もう各関節が同時に来るんですよ。めっちゃ痛いんですよ、ほんまに。あ、どつかれるっていうのはその大阪弁なんですけども、その、まあ、標準語やったら殴られてるっていう言葉ですね。まあ、とりあえずそのでっかいハンマーでね、ドーンドーンってね、殴られてる感じがね、もう1週間まるまる続いたんですよ。もうね、そのなんていうんですか、かろうじて立ち上がることはできましたけども、まあ、立ち上がろうとしてね、立ち上がったらドーンってきて、イタタタタタタタってなって、この柱やね、こう机に体をこう支えてですね、そんな風にしておいておかんとね、もう耐えられへんぐらいの相当痛みでしたね。まあ、それがね、まあ、そんなような感じが、まあ、今は足首だけ、左足首だけの、まあ、鈍痛というか、まあ、なんていうんですかね、その足首の中からね、あのうずく感じが、その残り火のような感じでね、未だにね、存在してます。まあ、特にその寝る前とかね、その布団に入ってから軽くまあドーンってね、来るような感じなんですよ。そんな感じでうずくんですよね、未だにね。なんていうんかな、あのね、もうほんまにその初期のような、もう歩かれへんぐらいな感じじゃないんですけど、まあ、うずく、まあ、ドーンドーンドーンってうずくような感じでね、来るんですわ。これに関してはね、その毎晩あります。ほんまに毎晩です。もう毎晩布団に入ったら、ドーン、あ、また痛いわ、ドーン、また痛いわって感じでね、来るんですわ。ほんでね、そしてこれはそのいつも僕の動画を見てくれてる人ならまあ知っていると思いますけども、あの日焼けのようなね、そのやけどの痛みがね、あったんですよ。まあ、それはね、もうね、ほんまに痛かったんですけども、まあ、それに関してはもうあの解消されました。でもね、左半身、下半身ですね、主にその左足側のその外っ側なんですけども、こう外っ側全体ね、全域にね、こう腰からお尻から太ももの外側を通ってね、ふくらはぎのその外側で、すねの外側で、そしてくるぶしに来て、足のつま先まで、足の甲を通ってつま先までが全てがね、その麻痺してて、もう手でこう触ったら、あのほんまになんか感覚が鈍いんですよね。もう普通にパッと触られてる感じがしないんですよ、麻痺してるんで。まあ、特にね、今はその足首から下はね、何もしなくても、まあ、触ってなくてもしびれてるなーっていうのがね、分かります。でもね、この日焼けのやけどのような、ね、痛みっていうのはほんまにえげつなかったんですよ。で、その日焼けのようなやけどの痛みっていうのはもうどんな感じかって言うたらですね、その日焼けして皮がめくれて、その皮がむき出しになってる状態あるでしょ。ああいうように感じる状態が、その腰からそのお尻から左足外側全体にあるんですよ。全体的にあるんですよ、あったんですよ。
触れたらもちろん痛いし、でそしてその皮がむけて痛いような時もあれば、まだその皮膚の皮がむけない、あのパリパリで突っ張った状態とかってあるじゃないですか。日焼けしたらね、黒光りしててね、でそのところの周り黒光りしててここはもうパリパリやで、でもその周りって何もなってないところの痒みってあるじゃないですか。あんななんですよ。でほんでそこの痒さをね我慢できずにですよ、嗅いでしまったらもうその後はカッ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 カしてね、熱くなって余計に痛くなるでしょ。それと同じことがね、この僕の左側に、ね、下半身の左側の外側にね起こってしまってて、もう同じように痒いからもうガーって嗅きまくったらまたカッ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 してきてですね、もう嗅いた後はもうあまりにもね痛すぎてですね、もうその場で転げ回って叫びまくるっていうこともね家でありましたね。もうあれはほんまに地獄でしたわ。まあね、それに関してはですね、嗅いでしまったことに関してはもう自業自得なんですけども、まあ、しゃあないんですけどもね、痒いんでね、人間のその心理じゃないですか、嗅きたい時は嗅いでしまうっていうね。でもまあそういったね、その痛い痒さっていうのはもうなくなっております。なのでね、その痒すぎてかきむしってしまうこともね、もうなくなりましたというね、こういったことをね、まあ、この後ね皮膚科でのねその問診でね報告していきます。あとはね、その帯状疱疹っていうのは、まあ、そもそもその帯状疱疹ウイルスっていうのがあるんですけども、それが原因でね発症する病気なんですよ。でこれは水疱瘡とね同じウイルスなので、まだその水疱瘡になったことないその子供ちゃんにねうつることがあるんですよね、ちっちゃい子供ちゃんね。でそしてその水疱瘡になったことのない大人にもね移ってしまうんですよ、実はね。でもまあほとんどはそのね大人、ほとんどの大人っていうのは大体移ることはないんですけども、まあ稀にいてるんですよね、まだ水疱瘡になったことない大人がね。でそのこういう大人、まだ水疱瘡になったことない大人の場合には、水疱瘡じゃなくて帯状疱疹になります。そしてその僕の体ね、まだその水疱瘡になってない子どもちゃんとかね大人に接触するとですね、というかまあソーシャルディスタンスを保ってますし、マスクもしてますから、普段外にここからね出るときはねマスクしてるから、まあそのなんていうんですか、うつすことはないと思うんですけども、でもまあ僕はまだその人にうつしてしまう状態なんだろうか、人にうつしてしまう体なんだろうかっていうのをね、聞いてきます。あとは水ぶくれの状態ですね。その水ぶくれの状態っていうのもまだ少しだけ残ってるんですけども、まあ水ぶくれじゃなくてそこのね水ぶくれがなくなって、これも以前にはね動画で、他の動画でお伝えしてるんですけども、黄色いねなんか表面、傷口がね表面がね黄色くなってきてるんですよ。まあ、それはその黄色くなってくるのは何でかって言ったら、イラン皮膚がね固まってしまってる状態なんですね。それをまあ剥がされたりしたこともあって、過去にね痛かったんですけども、めっちゃね、まあ、それはいいんですけども、それらの3点ですね、何やったかな、足首の痛みと、麻痺していることと、それとその帯状疱疹を移してしまうのかっていう、その3点を、今日の皮膚科で聞いてきます。そしてその皮膚科が終わってから次はですね、歯科口腔外科ですよ、歯医者ですよ。その連日お伝えしてますね、その急に出てきた、知らんうちに育ってきてたかのようにですね、このベロ、僕のベロのね下側で成長を遂げていた謎のねプニプニのね突起物ですよ、粘液嚢胞っていうんですけどもね、今日はそれをね切除するか否かなんですよ。まあ、おそらく自分の予想、僕の予想ではですね、まあ、今日その切除は取り行われることだとね思っております。先生とはね、その虫歯が先か粘液嚢胞の切除が先かっていうのはね、その時の虫歯と粘液嚢胞の状態を見て天秤にかけて決めるとね言ってましたので、まあ、実際どうなるか分かりません。まだね、ただ切除となるとね、その大嫌いな、僕が大嫌いなね麻酔が待ってるわけですわ。麻酔ね、しかもベロの下でしょ、しかもそのベロの下にですね、その粘液嚢胞っていうのができてるわけですから、麻酔はベロにするとね予想してるんですよ。まあ、皆さんね、ベロに麻酔なんかしたことあります？ないでしょ、ほとんどの人がねないと思うんですよ、ほんまに。
まあね、コメント欄でね、コメントくださった方の中ではね、あのこんな風な感じで私はベロに、麻酔をしたことがあるよっていう風にね、あのアドバイス説明っていうんですかね、いただいたことあるんですけども、でもまあそう簡単にベロに麻酔なんてしないですよね。歯医者の麻酔っていうのはね、普通歯茎に注射針を刺してですね、麻酔液をぐーっとこう注入してですね、まあ、一時的にその神経をね、少しの間だけ、まあ3時間から5時間かほどね、その麻痺させて、無感覚にするでしょ。でその注射針って歯茎に刺したら痛いじゃないですか。それをベロに刺されるかもしれないんですよ。もう大変、まあ大変、考えただけでもまあ大変、ほんまに。まあ昨日とね、その前の動画ではですね、その麻酔は怖いですけど、まあ覚悟を決めますとね言ってましたけども、実はまだね、覚悟ができておりません。覚悟が決まっておりません。まあ、今からね、その車を降りてね、まあ、駐車場からね、病院まで歩いていくんですけども、その院内に入るまでにね、まあまあの距離をね歩きます。そしてね、その途中ではね、まあ、そこに見えてるんですけどもね、まあ、少しね長いね階段があるんですよ。でその階段をね、一段一段登っていく僕の心境というのはね、まるでね、そのフランス革命でね、コンゴールド広場でね、公開処刑をされるためにね、弾頭台に上がるね、階段を登ってるね、マリー・アントワネットのようですよ。なんでいけないの？私の何がいけなかったの？ただ平民たちにパンがなければケーキを食べればいいじゃないって言っただけやのに。まあね、階段を上り始めたその時のマリー・アントワネットはですね、最初はこう自分のしてきたことをね、この振り返ってね、罪を感じてね、覚悟を決めてね、一段一段上り始めたんでしょうけどもね、絶対にね、その途中でね、2段目か3段目かの途中でね、あー、なんで私あんなことを口走ってしまったんやろかとかね、こんなことになるんやったらもうあんなこと言わんかったよかったわ、国民にパンとミルクあげてよかった、配ってよかったわ、アベノマスクみたいに、もう調子乗って贅沢せんかったよかったわってこう一段一段ね、途中からね思ってたんでしょうね。まあ僕は貴族でも何でもないんでね、そんなことで公開処刑されることはないんですけどもね、まあなんかこう毎回ね、もうそこにある階段をね見るたびにですね、まあ、その登るたびにですよ、そんなことをね思ってしまいます。俺はマリー・アントワネットと一緒の思いなんかなーって、一段一段登るたびに、なんで俺白血病になってしまったんやろうかとかね思うわけですよ。まあね、階段のない別の駐車場にね止めりゃいいだけの話なんですけどね、そこいつもいっぱいなんですよ、満車なんですよ。だからね、まあその階段のある駐車場しかね止められないんですよね。だからね、その階段のあるね、ここのようなね駐車場にじゃ止めれないんですよ。だからね、先ほども言いましたけどね、その階段を登るためにね、その俺はマリー・アントワネットかってね、こう突っ込みたくなるんですよね、自分でね。まあね、僕ね、そのなんでマリー・アントワネットかっていうだかと言いますとですね、ベルサイユのバラが好きなんですよ。まあ、ちなみにね、宝塚が好きだったのがきっかけだったんです。まあ、宝塚ね、見に行ってないなと思いますね、最近ね。まあ、9年ぐらいはね、行けてないんですよ。まあ、それまではね、その、なんていうんですか、結婚もしてなかったので、もう過ぎになってからはね、その毎回公演にね、行ってたんです。足を運んだんです。あの、劇場、宝塚大劇場にね。あれは、宝塚大劇場ってね、1年に4回あるんですよ。宝塚、東京、宝塚、東京なので、だから1年に、2話、ね、あの大劇場でするのは、東京で1話、それをまた、まず宝塚で最初にやって、でそれを東京に持っていくの時に、宝塚大劇場開くから、第2話、2つ目が、あるんですよね。でそれをまた東京に次持っていったら、また次のここが開くじゃないですか。そういう風にこうじゅんぐりじゅんぐりになっていくんですよ。大劇場でやっていくのはそれで、小劇場とか、梅田の駒劇場とかね、あったんですけどもね、そういうところでは、そのたまにこう短編集みたいな感じの演劇もね、されてるんですけどね、そこにはまあ行けてないんですけども、まあ別にその推しのね、方とかね、トップスターのこの人が好きやったとか、別に特にいなかったんですけども、あの世界観というんですかね、もうなんともいえない美しさがね、ありますよね。まあそれが好きやったんですよね。まあ、それは置いといてですね、まあ、とりあえず今からね、その階段を登ってですね、皮膚科と歯医者に行ってまいります。各科にね、行く道のりとね、その待ち時間の間にね、覚悟を決めます、ちゃんとね。でもまあその待ち時間の間にですね、今撮ってるこの動画を編集するので、まあ、覚悟のことを忘れてしまうかもしれません、まあ、とりあえずね、行ってまいりますのでね、まあ今日のね、診断結果はね、まだ報告させていただきますんでね、良くも悪くも楽しみにしておいていてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。
この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。